どうも皆さんこんにちは。今回は第2回最高のネタデッキ決定選手権やっていきたいと思います。今回ですね、普段ねランク戦なんかではもうほぼ使えないようなネタデッキってね皆さん持ってると思うんですよ。で、それをねお披露目していただいてネタデッキトップを決めようと、そういう企画でございます。視聴者の、皆さんが考えたネタデッキはですね、全準デッキエントリーしてまして、動画にすると多分4本くらいになるんじゃないかなと思います。で、視聴者の皆さんの投票で最後にトップネタデッキを決めたいと思ってて、で、トップネタデュエリストにはですね少なくて恐縮なんですが賞金1万円でいきたいと思います。よろしくお願いします。それではいきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、アンズちゃんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。アンズちゃんって久しぶりに言ったな。まさきアンズ16歳ね。さあ、月崎月子16歳なのか、はたまたくすんかわいいアンズちゃんなのか。じゃあ、ってことやべえな。セットして、ターンエンド。いやー、なかなかですよ。もうこれで、今現状、ちょっと5時間目に突入しますかね。もう口も回らない。口も回らない。5時間目に突入しております。撮影。そろそろやばいです。僕の精神力がやばい。そろそろ。エイリアン。どういうデッキだ？エイリアン4からのストームサムナー。これあれだよね。なんかデッキトップ確定するやつだよね。これね。確か。デッキトップ確定するみたいなやつだよね。そうだよね。このカード以外の殺菌族モンスターが戦闘によって破壊した相手モンスターをデッキトップに固定するっていうね。はいはい。なるほど。何がしてんだろう。ああ、じゃあ揃ってきたぞ。揃っては来た。揃っては来ていく。融合していく。融合をしていく。そして、ブルーアイズとブルーアイズとブルーアイズモドキを融合して、ブルーアイズアルティメットドラゴンを出していく。そして、アドバンスドローをしていく。ツードロー。最低。あ、オッケーオッケー、いいね、いいよ。で、カード今セットして、で、まあとりあえずターンエンドですね。まあここでね、焦らずに、まあ別に光の導き使えるんですけど、まあ焦らずにね、しっかりと、お相手の方の動きを見つつ立ち回っていくっていうのはね、これネタデッキの基本中の基本ですから。もう口が回らない。それいつもか。それいつもだったわ。すまん、持った。口が回んないのはいつもだった。カードをセットして、ターンエンドだ。何がしてんだろう。殴っても来ねえし、何がしてんだっていう。何がしたいんだ一体全体。何を狙っている。怖いな。クロスソウル。なるほど。まあクロスソウル、それあ、それはいい。あ、それはオッケーオッケー、それはオッケー。クロスソウルさんでも全然いい。まあできれば右側が良かったんだけど、まあまあまあいいでしょう。はい、なるほど。からのターンエンド。わかんねえ、何がしてんだろうね。移行はセットしていこうか。で、まあとりあえずまだターンエンドしちゃう。まあターンエンドしようか。ちょっととりあえず動きを見よう。でもうちょっとなんか動き方を一回見てからの光の導きで本当殺害するっていうことにしよう。相手的な一番上に置くことで。そうだよね。だから今はストームサモナーがサプライズプレゼント。どういうこと。 A 細胞組み替え装置。わかんない。何これ、何がしたいの。何がしたいのこれ。何がしたいのこの人。この人はジャック・ジャックさんなんですけどね。いつもツイッターとかよく、お世話になっている。ドローカード。正義の召喚師。マジ何がしたいの。洗脳光線。洗脳光線、ストップサムもらうよ。じゃあ何これ、どういうこと。ストップサムもらった。トライボム。なんだっけそれ。コントロールが相手に移った時に何破壊してダメージ、ストームサムナーの効果。そういうこと。何このワンキル。何が起こったの今。俺には一体全体。さあ、お相手のことは、結城十代くんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いや素晴らしいな皆さん。なかなかいいですよ。ここへ来て今ちょっとやばいけど、5時間目でちょっと本当に精神状態が
やばいけど、で結構取れ高はできてきた。意外と。もうね、喋り疲れて顎がなんか変なガクガクしてきてる今、正直。顎がガクガクしてきてはいるが、耐えろ、俺。もうちょっとだ、多分。本当はね、12戦取りたいんだけど、12戦はちょっとさすが無理だわ、なんか。9戦ぐらいギリギリ取れそうな気がするんだけどね。ちょっとあれだな、明日に持ち越しかな、これ。だってすいませんね、個人的なあのお話で。ドローカード。ブルーアイズ。なるほど。まだいいかな。まだいいか。まあね、これリバースリバースして、控えの導きを持ってきておくのも全然手なんですけどね。全然。手なんですけども。さあ、君は何をしていく？何がしたい？10代。10代、何がしたいんだ？おじさんに見せてくれ。とりあえず剣の姿勢だぞ。安定の大手だ。ハム太郎最強モンスター。まったくね、このね、ネタレッキ同士はね、セットの試合だから基本的に長いっす。本当に長いっす。めっちゃ長い。おー、なるほど。ラーの抑止流、もうライフポイント払っていく。なるほどね。え、大丈夫？そのライフポイント、あと100だけど。アドバンスドロー、まだいいか。動かなくても、向こうの動き方見よう。ちょっとわかんねえ、マジで。何がしたいんだろう。だとりあえずラーが出てきて3900になっていく。アポピスの化身、なるほど。化身が出ていき、ソウルオブスタッチも出ていく。トラップモンスターか。これリリース用に確保でしょうね。クロスソウル、まさか待って、まさか、まさかまさか、すげえ。これはあんま見たことないっすね。これはリンクスで見たことないっすね。これさすがに、これは見たことないぞ。え、どうしよう。え、どうしたらいい、どうしたらいい。タイムする一回。え、これやばくない、この光景は。これは見たことないね、なかなか。これブルーライザーしても、あの超ライダーされっからさ、攻撃力下がるんだよね。アルティメットドラゴンもさ、これ2500になっちゃうから、やべ、エフェクトかっこいいな。やべ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 。え、どうしよう。え、どうすればいい、これ。融合してアドバンスドロー、融合引ければな、ワンチャンあるかな。ないか。でも将来弾だよな、将来弾があるんだよな。メイコ小鉄、いや、やるしかない気はしないでも、あ、いや、もう無理じゃん。ラストキャンブルできないわ、100だからライフ100だから。ラストキャンブルなんで出ないと思ったら、今ラストキャンブルできねえわ。ライフポイント100だから、やべえ、完封された神2体で完封されたわ。いや、でもなかなか見ないですね、この光景。米国小鉄って光の導きを手が加えに行くが、もう時すでに遅し、時すでに遅し、素晴らしいなかなかこの光景が見れねえわ。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、ハゲですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。とりあえず召喚師からいきましょう。ターンエンド、いや、やばいな本当に。マジでそろそろ本当になんかもう、さっきからもうあれなんだよね、なんか何自分で何もう何言ってるか分かんなくなってきてるんだよね。もうあのやりすぎて、対戦を。ゴーグルかけら、はい、かけらしていく。このでもね、この感じはね、掌握、なるほど。これバンバンケルベロスの攻撃を上げていくスタイルか。あれに似てるわ、トロールデッキを撮影してた時と似てる、この感覚ね。いつ終わるんだろうっていういつ終わるんだろうこの戦いはっていう。どないしようかな。守備表示にして、タイムか。ブルーアイズ、とりあえずちょっと2000からなんでね、4500を要素に、攻撃力4500を突破されてしまうと、もう無理なんですよね。アルティメットドラゴンで突破できないモンスターが出てると、もう終わりなんで、それまでになんとかアルティメットドラゴンを出せないとダメなんだけど、これ次、なんだろう、ブルーアイズ引けたら、自爆特攻みたいなこともあるよ、全然。ゴリゴリ攻撃力上げるやん。
何デッキこれという状態。打ち出の小づち、まあ、手札入れ替えですよね。何か、ま、何かそのこのケルベロスだけじゃないと思うんですよね。さすがにネタデッキはケルベロスを爆上げした後に何かをすることによって、あの多分あのネタデッキは完成だと思ってるんで、多分何かしらしてくれるはずだと思います。多分このケルベロスを爆上げして何かしらしてくれるんだと思う、おそらく。どうしようかな、一回セットしようか。でターンエンド、何が起きるのかがね楽しみなんですけど、もう楽しめないほどに結構精神力が消えかけている。俺のやばい、そろそろマジで終わってくれ。カードセットでターンエンド頼むな。殴ってはくれないんでね、あの相手多分ゲルブロテッキですから、こっちから攻撃してなかったかな。もう多分でももうこれアルティメットドラゴンで突破できるんだな、これアルティメットドラゴンで突破できなくなっちゃうから、これあと魔法カード1枚使われるとゲルブロス、なるほど、フォトンリード、なんだっけこれ、レベル4以下の光属性モンスター以下テグだから特殊召喚、あ、なるほど、魔力掌握、掌握してカウントしていく、どういうこと、なんかすごいやば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 い、なんかやばい、なんか攻撃力やばくない、ちょっとなんかやばくないこれ、これやばい感じしないこれ、やばくない、なんかなんかやばいよこれ、攻撃力がボコボコ上がってるぞ。あ、へえ、エクストゾーンそれ、あ、もしかして、あ、そうなんだ、へえ、うちでのコーチってさ、リロードとさ、チェーンセルとさ、あれなんだね、あの、こういう使い方できるんだね、面白いね。だから、あれしか好きなカード持てるのか、あ、いいね、その使い方結構面白い。へえ、で、また3枚引いていくと、なるほど、なるほど。やばいやばい、ただ、とりあえずケルベラスの攻撃力は結構やばい。何が起きんの、これ、本当に。マジでもうちょっと喋りすぎて腹筋が痛いよ、レシド君レシド君、何が起きるんだ今から、僕の身に一体何が起きるんだ、怖い怖い。ドローカード、ちょっとしドローも悪いし、そしてドローゴミかよ、中盤にしてドローがゴミになって腐る。レシド君そろそろとどめさせてくれ、頼む、何が起きる、この状況の、この状況を待ってなきゃいけないのは結構辛いぞ割と。あ、これ意外とあれだな、ブルーアイズ来たから、あとだからブルーアイズあと1枚で融合からの、光導きからはできる、あでもあリリース要因がないな、ドロー、リリース要因がない、リリース要因がない、ちょっと待ってね、とりあえずあのこっちも一応やりたいことはできるんだけど、ただもうなんかケルベロスの攻撃力が上がりすぎてアルティメットドラゴンで倒せないレベルになってるんで、このライオンもうドラゴンで倒せないぞ。とりあえずこれ召喚するか。いや、いいか。なんか、いらねえよ、捨てるか、これ。何が起きる？みんなごめん、待たせて。すまん。多分、これで多分ラストだと思う。おそらく、レシド君のデッキ最後だから。死のマジックボックス。なるほど。死のマジックボックス。はいはい。あ、くれんの？へぇ、ありがとう。くれていく。で、リロードしていく。リロードのリロード、リロードからのリロード、はい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 、戻して引いて、でまた戻して引いて、長えなこれ何がしてんだって、魔法使いだけだろそれ。もらう、いただくありがとうございます、ありがとうございます。でスウェーデン召喚し効果発動して、でブルーアイズをサーチしていく。何が起きんの、あの4枚何、怖い怖い、なんか怖い。シャインスパーク、はい、シャインスパークからの、からの何、タートル、シャイニングアブゾーブ、なるほどね、そういうことか、なるほどなるほどなるほど、やばいやばい、こういうのやばい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 、そんなにするとなくない、そんなに、そんなにするとなくない、そんなにそんなにするとなくない？対して、ありがとうございました。